さあ、じゃあ皆さんにね、いただきましたけども、じゃあ最後に1個だけ、最終的な質問をね、したいと思います。はい。はい、今シーズン、この選手やばい。自分たちが思う。自分たちが思う。ね、メンバー、ね、チームメイトたくさんいると思いますけども、まあプレー面でもいいでしょう。もしくはプレー面じゃなくて、そのプライベートでもいいです。この選手はちょっとやばいよという選手の名前を皆さんに書いていただきます。選手の名前。まあ、チームメイトだったらいいですね。チームメイト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 だったら大きいらしいです。書いたやつ、はい。うんさあでは参りましょう。はい、今シーズンこの選手がやばいね、ぜひ皆さんにオープンしていただきたいと思います。せーの、ダーン。はい、おお、それぞれ違う感じありますかね。あ、違う感じありますね。はい、じゃあせっかくなんでまた一人ずつね、はい、いきたいと思います。はい、山崎キャプテン、はい、はい、井上選手、はい、はい、どの辺がやばいですか。まあ僕の後輩、大学の後輩なんですけど。おお、なるほどな、はい。彼は、うん、まあ、プレー面に関すると体が強いんですけど、はい、目つきがすごい。めっちゃこっち見られてる。うちら見られてる。これでも分かるんですけど、はい、左肩が下がってるんですよね。本当に、まっすぐ自分立ってると思ってても、はいはい、本当に左肩下がって走ったりするんですよ。はい、それは本当に、はいはい、変です。その辺を注目して、はいはい、まあでも鋭い眼光がね、はい、何かやってくれそうなね、うん、気持ちですよね。そうですね、はい、さあそして、中村選手は監督ですね。監督ですね。やばい、うん、一番多分熱いですね、はい、熱い。ミーティングとか短いんですけど、はい、あの結構5、6個の中残してくるっていうか、おうおう、ロケットアタックとか、 なんか急に叫んだりしてるんですけど。誰が監督が。それはなんでそんな、まあ多分僕たちに印象付けるっていうか、もう短い言葉で脳に刷り込んでくるっていうか、だからミーティング終わった後、はい、みんなでなんかロケットアタックみたいな、なんか、まあ、そういう、そうか、もう残っちゃう、残っちゃうんですよ。だからプレーにもそれ出るっていうか。はい、と、はい、じゃあまた田中選手にロケットアタックやってもらえます。それは NG で、NG ですね。それは NG です。ロケットアタック。目を見えて。あ、そうか、それぐらいやばい。もうすごい5、6が、まあ、ロケットアタックは一つなんですけど、はい、もうめっちゃあるんで。そうか、そうか、そうか。そういったところ、もしかしたら今後、そういった記者会見とか、はい、そういうところで出てくるかもしれないですね。でも、あの先日かもしれないんで、はい、あんま言わないかもしれない。あ、そうか、チーム内での表現として。はい、その貴重なこと聞けたよね。そうですね。うんうんうん、なるほど、なるほど。はい。はい、そこも注目していきたいなと思います。はい。はい、さあ、加賀選手は、はい、はい、カイトで、はい。はい、そうですね、まあ、能力の高い選手だと個人的には思ってるんですけど、はい、彼自身まだまだ足りないところももちろんあると思いますし、うんうん、ただディフェンダーとしての能力は一緒に、はい、まあ、同じディフェンダーとしてやらせてもらって能力あるかなっていう、うんうんうん、なんで彼自身今年一緒に1年間プレーしてみて、はい、なんだろうな、こう一緒に成長していく手助けをできたらいいかなと思いますし、はいはい、また一つ上の舞台や、まあ、2つ飛び越して J1 だったりそういったところに届く能力のある選手だと個人的には思うので、はいはい、ぜひみんなも期待してもらえたらいいかなと思います。あ、なるほどね、はい、そうか、そうか、同じディフェンダーなんでしょ。ちゃんもあ、はい、私もディフェンダーでした。センターバックで、ね、じゃあディフェンダーとして大事なものって何。あの声ですね。声、あの周りをいかに動かすかっていう。あ、書いてないでしょ。書いてない。書いて言ってくださいそれは。カイト選手はどうなんですか。いや、声も出しますし、まだ優しい、優しい、まだ下手すぎる、下手すぎる。そこがね、ガチ、そこがね、やるけど下手。下手だけど、でも能力的には本当に、ね、対人能力だったり、ヘディングも強いですし、はい、その要素は兼ね備えてる。そっか、はい、その辺はもうじっくり見守って、そうですね。はい。ところですね。あ、はい、いいですよ。疲れてるんで、ね、もうずっときついですね。はい。ゆっくりでも大丈夫ですよ。行ったら上げてってもらえればね。はい。さあ、そして、前野選手は、はい、小川選手お隣。はい。さっきあの下沢選手が、うん、あのかが取れって言ってくれたと思うんですけど、はい、あの僕もやらせてもらってました。はいはいはい。まあ、言ったら僕がトレーニングしてる目の前にかで加賀さんが見てるわけですよ、うん、はい、でめっちゃきついんですよ練習、はいはいはい、でもうニヤニヤしてるんですよで、まあ、言いかけでもいや、あの、いや別にニヤニヤするまではいいんですけど、うん、本当にきつくて、うん、1セット10回なんですけど、うん、
普通にあのきついのを 見てるのを楽しみすぎて数数え間違えるんですよ。で、大きい数え間違えるのいいんですけど、はい、いつも少なく数え間違えるんですよ。そこを俺が訂正するってやりながら、はいはいはい、なんで、あの数だけはしっかり、はい、それはちょっと気をつけてほしい、はい、まあ、きついのは頑張るから、なるほどなるほど、よっぽどきついのね。そうですね、見てみたい。そうね、ということでね、見せていただきたいと思いますが、はい、はい、じゃあ荻野選手は早い選手、はい、はい、どのあたりやばいですか。あのキャンプで、うん、あのご飯食べるときにあのテーブル一緒のとこでずっと食べてたんですけど、うん、そのときにゴールパフォーマンスをなんか岩井君が決めるみたいなんで、はい、まあ、一応決まったんですけど、はい、まあ、それがもうなんか顔にしか注目がいかへんそのゴールパフォーマンス、はいはい、でもまあそれは岩井君がゴールを取った時の、はい、取った時に、うん、注目して、おお、なるほどね、お楽しみということで、はい、じゃ本人がゴールを決めた時には、はい、まあ、大きなアクションっていうよりはその顔が、あ、そうですね、に注目、まあ、動きはもう見えないです、顔だけです。顔に目がいってまう。そっか、いや、それはめっちゃ楽しいな。楽しみ。もう早いとこそれ見せていただきたいですね。そうですね、その辺がじゃあポイントだと、はい、ね、これはぜひチェックですよ皆さんね、はい、さあ、そして下田選手はもう先輩、ダイヤモンド先輩、青島選手、はい、そうですね、まあ、プレー面では、まあ、とにかく熱いっていうか、うん、あのキャンプ中にボランチで一緒に組む時もあったんですけど、うん、攻守に渡ってずっと走ってて、はい、まあ、すごいな、やっぱすごいなっていうのと、うん、あとピッチ外では結構やっぱ構造力がすごいなっていうのをすごい感じて、おー、なんか YouTube を自分で始めてみたりとか、うん、すごいですね、はい、積極的になんか一人でコーチの龍馬の博物館、坂本龍馬の博物館行ったりとか、はい、そういうなんか構造力が本当にすごい選手だなっていう、先輩としてじゃあ学んできてんも、はい、逆に先輩より俺の方がすごいポイントってのがあったりするんですか。うーん、なんだろうな。まあ多分言ってたな、青石くんよりはもっとその柔らかいっていうか、あのやばいの、柔軟性が、柔軟性はあると思う。やばいの、やばいの、やばいの、これ気抜きました。ありがとうございます。じゃあ田中選手ね、はい、はい、おきコーチ、はい、伊藤コーチね、伊藤コーチ、はい、どんなとやばいですか。まあ、うん、ヒロちゃんって呼んでるんですけど、はい、はい、はい、僕の一つ上で山さんと京也さんと一緒のうんうんうんやりました、はい、まあキャンプ中の時の、まあ、ご飯中とかの時に、うん、まあ一人で泣きバーってとかして、はい、結構こうこんな感じの写真すごい着陸気味で、うん、こういろんなテーブルを見てこう、はいはい、うん、みたいな、はい、ちょっと不審者みたいな、はい、で、まあ、まあ、そんな感じなんですけど、はい、練習場も比較しっかりしてるというか、はいはいはい、でキーパーに対してはすごく厳しいですし、はい、でまあ俺も怪我したんで、うん、まあ、朝来るたびにいつもいることに行くで、はい、るんで、はい、まあ、そういうギャップもありつつ、まあ、このキーパーコーチが、まあ、ホームアウェイで、はい、どんな、まあ、尺位ぐらいそこ注目する、皆さんにお嫁してくれるかなっていうのを楽しみにしてます。そうそうそう、どういう場面で尺れるのかっていう、そうですね、うん、はい、ところね、ちょっと上手いんで、めちゃめちゃ上手いですよ、尺位が、尺位ぐらいが、尺位ぐらいっていうか、もう広さんって言うんですけど、うんうん、めっちゃ大丈夫って連呼するんですよ、うん、だから何しても良くても悪くても大丈夫って言ってるんですよ。そうそうそう、いいの悪いのがあるんですよ。それは左です。大丈夫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 、ほんまこんな感じです。大丈夫大丈夫、だからあの小島みたいな感じで大丈夫大丈夫みたいな感じ、本当にそればっかり言ってます。何いいのはいいんだなっていう感じで対処してるんですけど、ポジティブにやれば、はい、しゃくれた感じ、しゃくれた感じ、大丈夫大丈夫、めちゃくちゃうまいです。これめちゃくちゃうまいです。ラインチャンスでもしゃくれてます。それみんな見れる場面だもんね、ラインダンスだったらね。ぜひそのね、そうかそうか、勝利の際はラインダンスも注目していただきたい。はい、さあそして、はい、ゴールキーパー田中裕二は同じゴールキーパーの小池選手。そうですね。うん、まあ簡単に言うと、うん、あのめちゃくちゃ潔癖症っす。潔癖症。圧倒的に潔癖症です。おもうなんか気づいたら、うん、練習前も練習後もひたすら手洗ったりとか。はい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 。で、あの結構温泉とか行くんですけど、うん、温泉行くのに温泉入れないとか、湯船に行くけども、湯船に、はい、で
椅子にも座れないんで立ちっぱでずっと上がってるんですよでもうめちゃめちゃ洗うじゃん、どんだけ洗うんですか、死ぬほど洗います、死ぬの洗いすぎて死ぬの、はいはい、で、上がったら、うん、もう洗いすぎてるんで、うん、もう肌の油脂がないんですよ、カッサカサじゃないですか、真っ白みたいな、真っ白な状態でくるから、ちょっとやばいなっていう。でも、まあ、今年はもう、うん、なんですか、それもちょっと柔らかくしていこうかっていう話をしてる。うん、おできるもんなのかな、でもそういうのって。いやでも徐々に徐々に、うん、あの共用範囲は広がってきてるんで。はいはいはい。そうかそうか。ツイッターも始めたしな。ツイッターも始めましたね。あ、そうなんですね。あ、じゃあツイッターしてなかったんですけど。ツイッターってなかった。ついあの声返しました。それのところもじゃあいろいろね、SNS でもチェックできるようになってきてる。そうですね。したいですね。行きたい。はい、それのところ小池選手ぜひ注目ね。はい。色白いですもんね。うん、昨日これで見た感じだよね。そうですね。だからよく見たら本当カッサカサです。油分がない状態。洗いすぎた。綺麗が綺麗が楽しみだ。はい、まあ、皆さんにね、まだまだもちろんたくさんの話あると思いますけども、はい、まあ、ちょっと時間っていうところもありますので、またこれいつか第2弾でね、やっていきたいなと思います。はい、最後はキャプテン、山田キャプテンにですね、テレビをご覧の皆さんにメッセージを送っていただきたいと思います。はい、今シーズンの秋田は、グランドを縦横無尽に走る秋田が見せれると思います。とてもアグレッシブで、見てても楽しいサッカーを、皆さんにお見せするので、ぜひグラウンドに足を運んで一緒に戦ってください。応援よろしくお願いします。はい、メッセージいただきました。本当だから楽しみになってきたね。本当に楽しみです。皆さんのそういった熱い思いをね、今この場で聞けたんじゃないかなと思いますので、皆さんぜひスタジアムに足を運んで、ブラビッツ秋田のサッカーを楽しんでいただきたいと思います。ということで選手の皆さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。